デイリーポータル Z ラジオ。デイリーポータル Z ラジオ、ラジオ、ラジオ。はい、では、はい、こんにちは。こんにちは。編集バンドです。地主です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週から始まりました、僕たちの知らない名作を振り返ろうのコーナーですね。先週は、映画を振り返りまして、名作映画を。名作映画を、風と共に去れるのに、はい、振り返りましたね、はい。見てなかったけどね。見てなかったですね。うん、結局どんなお話かわからないままと。そうですね。今回は、ちょっと、もうちょっと狭く いこうかと思って、はい、ニューバランス、靴ですっていう靴があるんですよ。ニューバランスの名作スニーカーについて、調べてきました。もう全くわからないですね。番号ですよ、これは。番号？はい。ジュンシ君はファッションリーダーとしても有名。そうですね。僕なんか本当、ほぼ上の服に限ればオリジナルしか着てないぐらいですからね。そうだよね。別注だったよね。そうですよ。もう自分で作っちゃうレベルですから、もう本当、ファッションリーダーで間違いないと。間違いないと噂される、ジュンシ君に、はい、こんなこと言うのもなんなんですけど、はい、ニューバランスには、名作と言われるスニーカーがいくつかあるらしいんですよ。へぇー。名作が。うん。多分、ナイキで言うところの、エアマックスですか。あー。95年とか96年に流行ってるですね、うん。コンバース、オールスターみたいなのが、多分ニューバランスにもあって、例えばですよ。はい。ニューバランス、MRL996。その読み方で安藤さんも全然詳しくないってのはわかりますもんね。MRL996 ってのかな ?996 かな、説明しますよ、はい。996のデザインはそのままに、軽量な衝撃吸収素材を採用することでクッション性を高めたのが MRL996。より軽やかな足運びを求める人におすすめしたいモデルです。996がもっと良くなったって話ですけど、996を知らないかなっていう。そもそも996っていうのがあってのものだね。そうですね。なんだろうね、MR。僕らが知ってる数字だってクレ556ぐらいですからね。あ、あるね、556ね。556。ニューバランス待ってない、556。556の後ですね。574もあるよ。あと、本当ですね。ML574。ニューバランスの傑作ともなって、傑作のもととなった574は、クラシカルな見た目が特徴。1万円台で手に入る手の出しやすさの魅力です。足元をランニングシューズで外したいという方には、真っ先に提案したいスニーカー。それが ML574 です。足元をランニングシューズを外したいってどういうことですか？ここがわからんね。ランニングシューズじゃダメなんですか？ランニングシューズ外したい。だから、そのコーディネートだったら、はい、革靴だろうっていうところに、ML574 を履くことで、外すんですよ。あー。わざと。そう、おしゃれリーダーをね。あー。うん、これが、ML。ニューバランス ML574 ですよ。寒いのか暑いのか分かんない格好してるみたいなことですね。走りたいのか走りたくないのかどっちっていう。そうそうそう。スーツに、要するにスーツに、ニューバランス ML574 で。それ結構よっぽどオシャレですよね。そう。ここで僕気になるのは、1万円台で手に入る手の出しやすさ。高いよ、高いよ。靴の高いっすよね。どこが手に出しやすいんだよ、お前。そうなんですよ。それがね、僕は気になりましたね。みんな靴そのぐらいのお金払って買ってんすか？買う人、だからこういうのを買う人はそうなんですよ。すごい。僕が普段履いてる革靴仕事で860円ですよ。ドンキで買ったから。うん。ね、でも高い靴があるっていう知識も別に持ってんじゃん。ああ、そうそうそう。だからあれを買う価値観がわかんないですよ。やっぱ違うんですかね、格と。違う。ニューバランスと違うらしいね。へぇー。それが今の、574ね。さらに言っていいですか？はい。ニューバランス1400-1400USA にリリースされれば即完売のニューバランスを代表する一足。高レベルな次元のクッション性を求めるがために、
一度はリリースが見送られたというストーリーもスニーカーの価値を高める起爆剤として語り継がれております。なんで見送られたんですか。一度はリリースが見送られた、高レベルな次元のクッション性を高めるがために一度リリースが見送られた。ちょっともう跳ねるみたいなことですか。跳ねちゃったのかな。ニューバランスってどうなんですか。その街歩きに適したものですか、それともランニングとかなんですか。おー、あのね、僕はね、僕実はね、これ1400なんですよ。あ、これがこれすごい昔から履いてるんですけど、これだもう代表する一足ですよ。俺これ調べてて、あ、俺これだ。おお、すごいですか。ファッションリーダーです。ファッションリーダーじゃないですか。僕は何にも意識せず、靴屋さんでニューバランスを買ってきたんですけど。へぇー。あ、でもこれが USA じゃない可能性あるってことですか。ある、それはわかんない、俺も。そうですよね。うん。1400USA ってやつが、これはね、高レベルな次元のクッションですね。確かに履きやすいですよ。へぇー。でも、そこまでリリース見送られるほどの、あれはよくわかんないですけど。いやー、今まで出てきたのは996と574と1400です。でも多分ですけど、それ前の数字つけなきゃ別の靴になりますよね、きっと。わかんないんで、そこが。MRL って何の略なんだろうと思っちゃいますよね。ミノ、ロース、レバーじゃないかな。超履きたいじゃないですか、その靴で。わかんないですけど、で、M はやっぱりなんかあるんだよ、きっと。これも M だもん。そうですね。ニューバランス M990USA。ミドル ?990 っていうのかな、これ。あ、ミドル。あ、なるほど。ミド、ML574 ってあるじゃないですか。うん。ミドルとラージってことですか。あ、M と L。L があるよっていう。な、靴ってそんなことか。いや、だからなんでしょう。女性用も男性用もみたいな。メールとフィーメール、ちょっと違うな。L、M、L。でもさ、全部 M ついてるね。あ、でも1400ついてないですよ。ほんとだ。わかんない。わかんないですね。うん。M990USA は、上質なピッグスキンスエードと、軽量性や通気性に優れたナイロンメッシュ素材を採用し、オーセンティックな表情に仕上げた M990。ビブラム社製のソールを使用している機能面も秀逸です。ほら、もうニューバランスの靴なのに違うメーカー出てきちゃって分かんない。ビブラムはね、僕もね、走る靴で。あ、有名なんですか。そこがビブラムなんですね。ビブ、靴と、でも走る靴高くないですか。走る靴高いね。ですよね。うん、あのね、でも僕はそれはね、僕はよく走ってるので分かるんですよ。高いの買うとやっぱいいよ。あ、僕も一足すごい高いの持ってるんですよ。なんかすごい距離走るやつあるじゃないですか。用の靴を買ったんですよ。いいよね。いい、もうなんつうか軽くて履いてないみたいな。そうそうそう、やっぱね、走る人は分かんだけどね。でも大きめ買ったのに最後の方もうちょっとちっちゃく感じるんですよね。うん、足がなんかむくれちゃってるのかどうかなんか歩いてたよね、ずっとね。そうなんですよ。あ、なるほどなるほど。そういう時にこれですね、きっとニューバランスの。M990USA。これ USA つくとなんか違うんですか、ね、?USA は、USA ってアメリカの製造ですよね。あ、そうか、向こうで作った靴ってことですか。アメリカ製がいい重宝されるってこと。ああ、他のところはもしかしたら日本で作ってるかもしれないし、みたいなことですか、ね、わざわざついてるってことは多分アメリカ製がいいんだろうね。ああ。これが、M990 ですよ、ニューバランスの。でさらにありますよ。もう桁が増えんだ、こっから。途中にローマ字も入ってますよ。そう。M2040GL3。ほう。2040って読むのかな、これ分かんない。M2040GL3。超一級品の革素材であるコードバンでおなじみのホービン社製の素材を使用した贅沢な一品。素材感だけでなく、インソールの構造によって、最高級の履き心地を実現しています。新質とともに4万円台という価格も衝撃的なスニーカーですが、その価値は十分。まさに大人にふさわしい傑作です。たっけ！このスニーカー4万もするのか。4万円台ってことは4万じゃねえの。ないですね。もっとしますね。4万円台だけどね、きっと。これ、だって僕履けないですよ、普段。M2040GL3。もう4万とかだったらもう家で履いちゃうの。汚れたくなくて。片方2万だもんな。高いっすね。しかも靴なんてどっちから穴開いたら履けなくなってるじゃないですか。そうだよな。
いやこれは靴に4万はきついっすね。でもフォーウィンの素材を使用した。フォーウィンも有名なんですか？知らない。インソールの構造が最高級の履き心地。これがニューバランスですよ。これがニューバランスの名作と言われるスニーカーたちですよ。何ですか、一個も絵が浮かんでこない。違いが分かんないね。違いが、いや、履いたら、あ、違うな、あ、これ、MRL996 だな、とかって分かるんですかね。聞きニューバランスやってる。聞きニューバランスやりたいですね。靴屋さんで試着させてくれるのかな、この高いやつもさ。ただ、人気だったら、そもそもあるのかって問題もありますよね。売ってない可能性あるの、もしかして。ありますよね。あ、そう。でもさ、俺 ABC マートで買ったよ、これ。あ、そうなんですね。うん、あ、じゃあ、だから、USA じゃないかもしれない。あ、そうそうそう、USA じゃないかもしれないね。その、リリースされれば即完売なんで、されたばっかりで海を変えたみたいなことですかね。そんなわけないでしょ。いやいや、もうタイミングが、靴の発売を気にしたことがないんで。ないよね。春の新作みたいなことなんですか？おしゃれリーダーは気にしてんのかな、やっぱり。あ、俺ね、知り合いがすればね、ナイキの靴並んで買ってたな。すごいですね。なんか限定だっつって。へぇー。ああいうことかな、もしかしたら。靴をって並んで買うもんなんですね。うん。買ってた買ってた。なんだったんだろう、あれ。うん。でもさ、昔さ、俺たちが子供の頃に、それこそエアマックス。流行りましたね。めちゃくちゃ流行ったじゃん。流行りました。あれも、だって、スニーカーだもんね。そうですね。でもさ、一時期、レアになっちゃってさ。あ、なんか高くなってますね。そう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 。プレミアついて。そうなんだよ。ああいうことかな。難しいですよね。ニューバランスは難しいね。いやー、だって僕ら本当靴分かんないじゃないですか。分かんない。一回安藤さんと仕事で海外行くってなって、成田空港で待ち合わせしたら、両方ともスリッパ履いてきたんですよ。まさかの、まさか被ったよね。被ったよね。B さんだよ。B さんだ。まさかの B さん被りだったね。それこそ、外したんだよね。外したんですよ。ここで、普通はスニーカーで来るだろうって。来るだろうよ。ここは俺たち大城だから、ジューシ君にちょっとここは上回って B さんに行ったろうと思ったら、ジューシ君も B さんも。B さんは高機能ですからね。そうですね。うん、いやー、買おうか、一足ね。ここね、高いのかな、そもそも。まぁ、あ、1個4万、でも1個1万円台なんだ。1万円台ってあるからね。まぁ、あ、19,800円の可能性ありますからね。俺でもこの靴そんなしなかった気がするんだけどな。覚えてないけど。でもまあ、あ、どうなんですかね、名作だから高いんですかね。ニューバランスってでも、もちろん高いのもありますけど、うん、高くないイメージですよ。手頃ないいやつだってイメージが。うん、なんか、俺もそういうイメージだったんで、普通に履きやすいスニーカーってイメージで、こういうなんかさ、なんて言うんだろう、プレミアつくとか、なんかこういう名品とか呼ばれると思わなかったんだよね。ですよね。うんうん、買った後に言われ出した可能性もあるかもしれないですね。ああ、あれこれよくねっつって。わかんないんだよ。全然わかんないよ。これこそ語るとこないわ。え、でも履いていいんですよね、やっぱり。これはね、やっぱ履きやすいですよ。そんななんか俺、正直、何でもいいっていう話なんだけど俺は、ずっと同じものを履く、持ってたりするんだよ。壊れたら、また同じものを買ったりするから。これもね、同じような形のニューバランスと何足か目なんだよね。僕と全く一緒ですね。選ぶのめんどくさい。僕もナイキのずっと同じ靴なんですけど、うん、ずっとその靴がないんですよ、毎回。だからそれに似た靴を、似たナイキの靴買ってるんですよね。これね。これです。ずっとこれなんですよ。ジュージ君ずっとこれだよね。これなんです。うん、俺もね、それこそコンバースの、オールスターとナイキのエアフォースワン。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。はい、何の話だっけ？靴ですね。はい。僕ら靴って認識じゃないですか。靴ですよ。でみんなは違うんですよ。もう、詳しい方はニューバランスとかでも。ファッションアイテム。もうまとめないんでしょうね。うん。買ってみよう、ニューバランスを。ちょっとこれ読んでたら欲しくなりましたよ。いい靴なんだろうね、これ。ですよね。うん、調べるとわかるな。本当、うん、MRL996 が欲しい。この中だとどれが欲しい ?996 が欲しい。やっぱその、衝撃的な90素材っていうのはやっぱ興味が惹かれますね。そうだね。でもさ、番号的にはさ、990とかの方がなんか区切りが良くない？な、確かに。中途半端ですね、996。5なのとかなんだろうね、この、
半端な数字をね。でもあれじゃないですか、ジーンズも503って言ってませんでした？あるね。ブラックピットが。501とか、ね。そうですよね。ああ、品番？品番。あ、でも、僕はね、この M2040GL3 高いですけど、この名前言いたいですね。うん、これを欲しい。履いてみたいね。履いてみたいですよね。うん、これちょっと覚えといて、履きに行こうか。2040GL3。ウェイビーしますとか言ったらきっとあるはずなんですよね。あんのかな ?4 枚もするニューバランスが。なかなかね、試着っていうんですか、させてくれなさそうですよね。ガラスに入ってるやつみたいな。靴屋であんま見たことないですけど。ある、まあね。いやいいですね、こういう知識を得るのはね。そうですね。うん。あ、ニューバランスってここにさ、番号書いてあるんだよ、この靴の。ああ、書いてある。ああ、USA って書いてありますよ、これ。これがそうなの？この靴の、こうなんていうの、ベロっていうの？そうですね。ベロのとこに1400って書いてあるんだよ。だからわかんだよね、この。じゃあ、これ、そうですよ。これがだ、これの。1400、メイドイン USA って書いてあるんですか？これがさ、でもさ、この USA でいいのか、この名前の USA なのかわかんないじゃん。そうですね。うん。これが、高レベルな次元のクッション性を求めるがために、一度はリリースが見送られたという、ストーリーの。1400ですよ。ああ、すごい。なんかここに書いてあるから番号が。これ見とけば。わかりやすいですね。あの人、996だってわかんじゃないかな。ああ、衝撃的な吸収素材だって思うわけですよね。思うわけですよ。おしゃれリーダーもね。おしゃれリーダーは。うん、ビブラム社製のソロを使用してる機能面でも秀逸なやつだって思うわけです。そうですよね。うん、いやー、通気性優れてんだ、あの人っていう目で見ていけばいいわけですよね。それを会話にトレードを見ようね。その574はクラシカルな見た目が特徴なんですよねってさ。おー、でもその詳しい人はいますよね。あ、よく分かってらっしゃいますね。他になんか好きなニューバランスなんかありますかって切り返されたら地獄ですよね。その時はやっぱこの、いや、上質なピッグスキンスウェードを使った990とかもいいですね。あー、詳しいんですね。丸脇ですよね。あー、これを。そんな会話するとこあるんですかね。でもね、パーティーとかじゃないですか。パーティーって、その会話しなきゃいけないパーティーは結構な地獄ですね。暗記力だよね。暗記力ですね。チラチラ見ちゃいますよ、きっと、カンペ。これ持ってきゃバッチリだよ。バッチリですね。でもさ、多分みんな M2040GL3 履いてんだろうね、そのパーティーはね。でも怖いのは、ちょっと略すパターン出てくるんじゃないですか。あるなぁ。M9 とか、ね。M9 とか、ああ、あれねって、ああ。で、なんかその、ちゃんとした方を言うと、なんか、あれ、最近好きだったのみたいな。それな、そこわかんないんだよな。好きな人しかわかんないやつだよね。そうなんですよね。なるほどね。そうか、下手に言うもんじゃないパターンもあるね。説明も、ちょっと。こなれてないとわかんない、ダメなのかな。いや、もうなんかそう、ああ、ビブ製ね、みたいな。ビブラム社製のこと。あ、ビブソー使ってるもんつって。みたいな風になっていくと、ああ、こいつ何も知らないなとかバレちゃいますよね。そうか。辛いね、それ、ね。それ辛いですよね。やっぱヒストリーを学ばなきゃダメなのか。となると結構勉強必要ですよね。結構、投資が必要だね。これ難しいのは数字だから覚えにくくないですか？覚えにくいね。これ年号みたいなもんな。ですよね。語呂合わせで覚えてくる。くろく。糸読むなしくみたいなね。そうですよね。うん、でも900番台とかあるんだね。だそれが怖いですよね。数字ごっちゃになっちゃうやつが。そうだね。990と996。574。こなし。あ、これ身のこなしみたいな。あー、こなしタイルニューバランスは、ML だから見ろみたいな。見ろ、こなし。覚えた。見ろ、こなし。足元ランニングスーツ外したい人ね。見ろ、こなし。一個、今日、情報があったね。ありましたね。はい。ということで、ね、はい、今日の、名作探訪は、ニューバランスでした。また、来週お会いしましょう。はい。遅くなりました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。